皆様、初めてよろしいでしょうか。それでは、新型コロナウイルス感染症について、健康福祉部長の記者会見を始めさせていただきます。よろしくお願いします。はい、本日もお集まりをいただきましてありがとうございます。新型コロナウイルス感染症について、本日新たに確認された感染者は、男性の方が1名です。本県における累計は799名ということでお願いいたします。その下の米印のところ、2つ目のところに書いてありますけれど、本日感染者の1名の発生届の取り下げがございまして、昨日までの799名に本日プラス1、マイナス1で、本日時点での感染者は799名ということになります。検査件数や病床使用数については、そこに記載のとおりです。感染者は800番ということになりますけれども、この方は感染者799の濃厚接触者の方で、同居をされている方です。70代の男性、金沢市の方になります。24日の土曜日から在宅にて健康観察を始めまして、日曜日に全身倦怠感、喉の痛みがあるということで、本日の検査で陽性と判明をしました。行動歴は調査中で、現在の症状は軽症です。職業は無職というふうに聞いています。それからもう1枚別紙でついています、新型コロナウイルス感染症発生届の取り下げについてご説明をいたします。10月22日に、私ども公表いたしました感染者796の方についてですね、本日に10月26日に発生届の取り下げがございましたので、お知らせをいたします。その経緯につきましては、そちら記載のとおりですけれども、抗原検査で陽性となりました、なったことからですね、医師が新型コロナウイルス感染症と診断をいたしまして、発生届が提出をされまして、私どもの方で公表いたしました。その後、入院先の医療機関でにおきますその臨床の経過、体調病状の経過や、そちらで行いました PCR 検査の結果などを踏まえまして、医師の方からですね、発生届の取り下げがございましたので、最初から感染者ではなかったということになっています。それに伴いまして、すべての数字ですね、22日報告がなかったことということで、再度記載をしています。本日800番の方感染されましたけれども、この方につきまして、今後はさらに調査を進めまして、濃厚接触者に対しては検査を実施をするとともに、健康観察、事業許可の自宅待機をお願いすることとしています。本日は濃厚接触者の方ということでございますけれども、昨日も感染経路のわからない方が感染がをご報告をさせていただきました。県民の皆様にはですね、ウイルスが身の回りにいるということを前提に、最大限リスクを回避する、そうした行動をお願いをしたいと。具体的には、人と人との距離を確保すると、マスクを着用する、手洗いなどの手指衛生を徹底する、こうした基本的な感染対策を継続していただきたいと思います。また発熱等の風邪の症状がある場合には、出勤等も含めまして外出を控えていただき、病院への通院などでやむを得ず外出する場合には、マスクの着用など感染防止策を徹底いただきたいと、このように改めてお願いをいたします。また感染者の方やその家族に対する差別、偏見につながることは厳に慎んでいただくようお願いをいたします。また皆様にも取材にあたりましては、感染者の方のプライバシーの保護について十分なご配慮をお願いいたします。私の方からは以上になります。読売新聞の宮島です。感染者796の方の取り下げの件なんですけど、PCR 検査の結果などを踏まえてありますけど、PCR 検査が陰性になったっていう理解で大丈夫でしょうか。PCR 検査は陰性でございました。わかりました。ありがとうございます。
NHK の堀です。感染者796番の方、金沢市の40代の男性だと思うんですけれども、この抗原検査の結果、陽性となったということなんですけど、当初ですね、考えられる要因としてはどのようなことが挙げられるのでしょうか。抗原検査が陽性となったということについてですか。ですね、感染者としてカウントされてしまった要因として考えられることはどんなことが挙げられるのか教えてください。そもそもその抗原検査に限らず PCR であってもですね、いろんな検査方法ございますけれども、検査結果に100%必ず正しいというものは、陽性が出た場合でも陰性が出た場合でも、検査結果についてはですね、100%正しいというものはないということになります。で、検査結果とかですね、患者さんではないかという方にのですね、実際の臨床の症状ですね、どのような症状があるかとか、そんなことをですね、総合しまして、医師が、感染されているということでご判断をいただいたということになりますので、要因というのはですね、患者さんとして届け出るに至った要因というのは、検査であったりですね、その方の体調を見て、その時点では感染していたのだという診断があったということになります。検査の精度であるとか、症状の状況などを総合的に判断した結果、当時は陽性と判断されたということですね。はい、その当時そう判断をされたということになります。と、確認なんですけれども、県内で、発生届が取り下げられるというのは今回が初めてということでよろしいでしょうか。はい、取り下げとなったのは今回が初めてです。北国新聞の牧内といいます。この取り下げの件で、その陽性となったときに、ウイルス自体は検出されてるんでしょうか。抗原検査ですので、ウイルスそのものが検出される検査では、もともと検査の中身はそういう検査ではありません。抗原検査はウイルスが、作る、物質というかタンパク質が血中にあるのを検出する検査です。ですので、ウイルスそのものは検出もそもそもしない検査になります。取り下げの例というのは、県内初ですけど、全国的にはどうなんでしょうか。全国的には数いくつというのはちょっと私も把握してませんけれども、全国的にはこれまでも、報告のされていることです。北陸中日新聞の押川と申します。以前、専門家会議の座長にお聞きしたときも、全国でこういった取り下げの事例があって、疑わしい場合はその PCR 検査とこう併用するような大切さも強調されてたんですけれども、県内でも取り下げの例が出たことで、県として医療機関等に何か通知なりこう示されることとかありますか。もともと診断基準は、先ほど申し上げたように検査結果であるとかですね、臨床の状況を踏まえて、感染の有無を医師の方に診断をしていただくということになります。どういうその診断基準等についてはですね、お知らせをしてある状況ですので、こういうことが起こったということはですね、皆様にまた、ご承知になることだと思いますので、慎重に、かつ見逃しのないようにご判断をいただくようまたお願いしたいと思います。共同通信の田久保です。どうでもいいことかもしれないですけど、発表の形式の紙がのフォーマットが変わっているような気がするんですけど、これは何か意味があるんですか。若干ですね、紙に落とす、これまでも申し上げてきたりですね、検査件数は別の場所に書いてあったりもしましたけれども、便宜ということで、若干増やしたということになります。わかりました。